あれもしこちズコそれでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ、あれの第2週始まるということで、今週もやってきました、キャンペーン日曜日のまとめ動画ですね。今回は2月の17日から2月の23日までの、今週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。一部のキャンペーンについては覗いてますので、こちらはご,ご了承ください。それでは行ってみましょう。まずは、ペペからですね。ペペでは主に3種類の大きなキャンペーンですね。 まずはマちかー p a y ペー第2弾ですね。期間は3月31日まででして、キャッシュレッション社会現時限の5%のお店であれば、20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるキャンペーンとなってます。ペーペーチャンスは抽選に外れた場合でも、 最低でも実質6.5%は還元されます。僕は最近よく八百屋さんとかで使うことが多いですね。次にペーペーモールです。期間は3月31日まででして、最低で20%還元されるキャンペーンとなってます。同時進行で現在ペーペーモールゾゾタウンでは、最低で10%還元のキャンペーンも開催されてます。 次に対象店舗で40%から50%還元のキャンペーンということで、期間は2月の29日まで、付与上限は1回に500円で、期間中1500円までとなっています。このキャンペーンの対象店舗は、広告音ペイが使える自販機、3 1マルカフェ、スキや花丸うどん、日高屋、松屋、吉野屋などとなっています。お店に向かう際はぜひですね、公式アプリなどのクーポンと併用すればさらにお得となります。ちなみに先ほどの対象店舗で最大50%還元のキャンペーンなんですけども、自分が実際に上限どれぐらいまで ペイペるのアプリを開いたら、ここにお得という項目があるので、そこをタップして、そうするとお得情報ということで、まぁ、あ、現在、ペ p ペ y で開催されているキャンペーンがずらっと並びます。そして今回のキャンペーンの飲食店で最大50%付与のところをタップしたら、じゃんということで、そしたらこのようにですね、画面が出てくるので、 今この青い枠で囲っているところに付与上限まで、まあ残り何円という風うに表示されてます。ちなみに僕は使い切ったと思ってたんですが、まだですね、185円分残ってたので、またちょっと吉野家あたりで使いたいなと思っております。それでは戻りまして、次 D 払いですね。D 払いでは主に3種類のキャンペーンとなっています。 まず一つ目は D 払い生活応援キャンペーン。キャッシュレッシ費者還元事業の5%のお店であれば D 払いがさらに5%上乗せして合計10%の D ポイント還元がされるキャンペーンでしてエントリーが必須で3月31日までの開催となっています。まあ、以前にも少しお伝えしたことがあるんですが、九州全域にあるドラッグストアの新制度とかグッデーとかホームセンターのグッデーもこのキャンペーンの対象店舗かつさらにですね別の D 払いの還元のキャンペーンもあるのでぜひですね、それもお得など でチェッククしてみててみください一応リンクは貼っております次、二つ目は、飲食店プラス10%還元のキャンペーンが3月31日まで開催中です。こちらは3月31日までで、11時から14時の間に対象店舗で D 払い決済を行ったら D ポイント10%が還元されます。このキャンペーンで気をつけないといけないのは対象店舗ということで、D 払いが使えるすべての飲食店が対象というわけではなく、ちゃんとあの、決まっておりますので、それはぜひですね、公式ページで確認してみてください。次、三つ目は、D 払いとよし 吉野家で20%還元のキャンペーンということでこちらは現在開催中となってまして今月いっぱいの2月の29日までとなってますこのキャンペーンは対象外の吉野家もありますので公式ページをぜひこれもご確認くださいで、D 払いに関連しまして D ポイントのキャンペーンこちら大きく2つあります まず一つ目は、ファミリーマートで D ポイント40倍のキャンペーンですね。こちらがなんと明日で最後となりまして、2月の17日までとなっています。こちら40倍とありますけども、実質20%還元に近いので、このように記載させていただいてます。対象のファミリーマートで D ポイントカードを提示して、決済したら D ポイントが40倍もらえるということで、しっかりですね、お会計の前に必ず先に D ポイントカードを提示して、そこから決済を行ってください。そして D ポイントでは抽選ではなるんですけども、D ポイント 5チャンスというキャンペーンも開催中でしてこのキャンペーンは D ポイント最大で3万ポイントが当たるキャンペーンとなってますキャンペーンにエントリーした後は普段のお会計でまず D ポイントカードを提示して対象加盟店にて税抜き400円以上のお買い物をしますそれを別々のお店の5店で回るか同じ,同じお店で20回行うかでこれでキャンペーンの参加可能となりますまあ今だとマクドナルドではカフェラテの全額のポイント還元のキャンペーンも開催されているのでまあ行くお店 のの候補とととししてててはマクドドドナルル結結構構ありだだだ思思いいますすハードル低めだと思うのでぜひですね気軽に参加してみてください次、楽天ペイですね。楽天ペイでは主に2つのキャンペーンピックアップしてます。1つ目はこちらの対象店舗で期間中ずっと5%還元のキャンペーンが3月2日まで開催中です。楽天ペイが使えるお店であれば5%のポイント還元されるものとなっています。このキャンペーンには参加するためには必ずエントリー必須となってますので、それもお忘れないようにお願いします。2つ目はワタミグループにて 5%のポイントバックのキャンペーンですねこちら3月2日まで開催中でえ先ほどお伝えした全店舗期間中5%還元のキャンペーンも組み合わせて利用可能となってますのでどちらも参加する際にはエントリー忘れずにお願いします次はメルカリやメルペイですね大きく2つあります まず一つ目は、期間中金曜日土曜日にメルカリで D バレーで決済したら最大20%の D ポイントが還元されるキャンペーンですね。ちなみに期間中金曜日土曜日以外でメルカリで D バレーで決済したら D ポイント10%還元。そして金曜日土曜日なら状況を満たした上で最大で20%還元ということですね。ちなみに来週は2月の21日の金曜日。そして2月の22日の土曜日となってますので、ぜひですね、このキャンペーン気になる方は公式ページチェックしてみてください。 そして、進めるペイのキャンペーンも絶賛開催中です。メルペイの招待したら500ポイント。そしてメルペイに登録したら1000ポイントがもらえます。メルペイの登録した方は免許証などを使って本人確認が完了したらポイントがもらえるようになってますのでお気をつけください。一応下の概要欄に招待コードを貼っておきます。次は AU ペイですね。AU ペイでは大きく3つのキャンペーンです。 まず一つ目は、a u p イとドラッグストアのトモズとの抽選のキャンペーンが開催中です。こちら、a u p イで一度に税込み1000円以上支払った抽選で100名様に2万円分の a u w レットポイントがもらえるキャンペーンとなってます。 続きまして、次こちらの au スマートパスプレミアム会員の方限定にはなるんですけども、ファミリーマートそしてローソンにて税込200円以上のお買い物で利用可能な50円引きのクーポンというのが出ています。これは期間中毎週もらえるので au のスマートパスプレミアム会員の方はぜひ使ってみてください。 そして3つ目こちらですね。毎週10億円もらえるキャンペーン、最大20%ポイント還元ということで、ついに明日第2週がスタートします。AU ペイの大きなキャンペーンですね。前回の第1週と違う大きな変更点としましたら、2月の17日当日中にキャンペーンが終了になる場合があるということ。そしてそれに関してはその日の17時まで AU ペイのアプリにお知らせが来るということですね。あとは郵便局は還元の対象外という感じですかね。 なのでまあ、ぶっちゃけ明日だけがもう本当に勝負となるんじゃないかなと思います。いやまあ、賛否両論あると思うんですが、ルールはルールなんで、まあその決められた中で、ぜひですね、思いっきり楽しんで参加してみましょう。まあ僕はまたドラッグストアでお買い物する予定かなっていう、まあ多分それだけで終わりそうです。ちなみに、この au ペイの使えるお店の中にご存知の方多いと思うんですが、なんとセブンイレブンが含まれてるんですよ。なので、もうゆずひこチャンネルの視聴者さんはもちろん購入する商品はわかってると思います。 次に、ファインペイのキャンペーンですね。こちら大きく2つあります。1つ目は、一度に5000円以上の現金をファインペイにチャージすることで、ファインペイボーナスが200円相当もらえるキャンペーンというのが開催中です。期間は2月の29日まで。そして、初めて5000円以上現金をチャージされる場合は、ファインペイボーナス200円相当が追加されるので、初めての方は実質400円分がもらえるので、ちょっとお得です。で、2つ目は、バニラビザギフトカード。ファインペイ払いで購入すると、ファミペイボーナスが購入金額の5%分が還元されるキャンペーンというのも開催中 です期間は2月の24日までとなっています。 そして最後、まとめ動画の締めにふさわしいスマホ決済のユーチョペ b ですね。ユーチョペ b では主に2つのキャンペーンがあります。1つ目はワタミやミライザカ、トリメロなどで使える2000円オフのクーポンが出ています。結構これ大盤振る舞いですよね。しかも5000円以上のお会計で使えるということでしたので、ぶっちゃけ結構お得なクーポンかなと思っております。ぜひですね、ワタミに行く際はニコニコユーチョペ b 決済をやってみましょう。そしてポプラや生活最下で使える200円オフのクーポン、こちらも2月の27日まで利用可能となっております。でざっと 見てだけまとめるとこんな感じです。今出てる赤い部分のところは来週で終了するキャンペーンですね。まあ、今のところ終わるキャンペーンはファミリーマートと D ポイントの40倍のキャンペーンぐらいですかね。ちなみに来週でスタートするキャンペーンは現時点では発表されてないんですが、もしかすると、こう、週の途中で発,発表されて、そこでスタートするキャンペーンもありますので、ぜひですね、それも踏まえた上で今把握しておくのもいいと思います。あと一応ですね、こちらもお伝えしておきます。以前動画にもさせていただきました、こちらのキャンペーン、 セブン銀行 ATM に1万円以上チャージするだけで抽選で1000円相当プレゼントのキャンペーンも開催されてますなので、まあ、今度の a u p y のキャンペーンに初参加されたい方や、まあ、D 払い始めた始めてみたいなっていう方はセブン銀行 ATM で、まあ、1万円以上のチャージが必要となるんですけども抽選にはなりますがぜひ、まあ、これも参加してみるのもいいと思いますあとはもうキャッシュレスとは全然関係ないんですけどもライブ配信でも少しお伝えしました僕の好きな丸亀製麺でもちょっとお得なキャンペーンが開催されます2月の10日 17日から2月の19日の17時から閉店までの間になるんですが、物価急動を1杯注文するともう1杯もらえるキャンペーンとなってます。なので、時間帯は限られていますが、丸亀製麺行かれる方はぜひチェックしてみてください。ちなみに、場所によっては丸亀製麺はキャッシュレス決済に対応している場所もあるみたいです。 ま、あそんなこんなで今回は2月の17日から2月の23日までのキャンペーンについてまとめさせていただきました。まあ、かなり今日は駆け足だったんですけども。いや、やっぱりまた何と言っても来週も英雄ペイですよね。<laughs> まだ不要上限に達してないっていう方、もしくは明日お休みの方はですね、ま、ぜひ参加してお得にお買い物してみましょう。一応あの、今お伝えしたキャンペーンの公式リンクなどに関しましては、下の概要欄に貼っていますので、ちょっと詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。 はい、ということでまた月曜日からも頑張っていきましょう本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ま、実際に AU ペンに関しては、ぶっちゃけそんなに、まあ、ちょっと先週の流れを読む限りは、世の中的にあんまり盛り上がってない感じですよね。もう盛り上がってるのは、もうツイッターとか、ネット上の一部だけみたいな。本当にこう、一部だけ盛り上がってて、なんかこう、そんなにこう、世の中的にうわーってなってる感じの印象はあんまりなかった感じです。まあ、以前もおまけ動画でもお伝えしたんですが、やはりスマホ決済にキャリアの名前、まあ、携帯会社の名前が入ってるか入ってないかで、本当に印象って違いますよ。 もうその aupay とか d e 払いそしてソフトバンクは paypay ペイペイとなるんですけどもだけどそう考えると paypay ペイペイのこの浸透率ってほんといろいろとすごいなと思いますちなみに昨日はその paypay ペイペイに関する動画もちょっとアップしてますので是非ですねそちらもチェックしてみてくださいということでありがとうございました